ブルーオンブルー、静けさの向こう側。ブルーオンブルー、静けさの向こう側。今夜も生放送を終えてもう少しおしゃべりしましょう。またもや今週の水曜日、突然の豪雨、強風、稲光と雷、時々氷、結果停電という恐ろしくもフルコースの悪天候にさらされました。ほんの15分前までは晴れて暑くてうだるようだったのに、急に暗くなって冷たい風が吹き始め、困ったことに停電が少々長く続いたので、職場のパソコンの重要なサーバーがダウンしてしまいました。埼玉県各地では竜巻による被害があったり、住宅の屋根が吹き飛んだり、木が倒れたり、道路が冠水したり、尋常でない猛暑のつけですね。本当に怖いこと、不安になります。こんな大変な暑さの中、屋外で働く方々はどんなにか辛いでしょう。実は私の住むマンション、大規模修繕工事の真っただ中です。建物全体に足場が組まれて、黒い細かい網のシートで覆われています。梅雨明けを待たずして慌ててつけていた梅を天日干ししたり、ベランダのものをすべてどかしたり、サッシの網戸を外して洗ったり、あれやこれやと大忙し。何より BS アンテナを外す必要があって、しばらく見ることができなくなりました。録画して見ていた韓国ドラマですとか、メジャーリーグ、ドジャースの大谷翔平さんの活躍を楽しみに日々活力にしてきたのに、がっかりですなんて言っていては申し訳ないほど、この工事に関わっている方々が汗水流してひどい暑さの中、朝から夕方まで働かれているので、熱中症にならないか、具合は悪くならないかと心配になります。あちらこちらで新築工事や改修工事行われています。外国人の方もたくさん働いておられます。リスナーの皆さんの中にも、営業で外回りをされていたり、屋外での仕事をされている方もたくさんいらっしゃることでしょう。大丈夫ですか？どうぞくれぐれも体に気をつけてください。まだまだ夏は始まったばかり。まずは夏バテや熱中症に気をつけるのはもちろん、しっかり睡眠をとることや十分に体を休めること、適切な食事や水分をとること、何より気持ちをリフレッシュできますように。時にはご褒美も必要です。私はプールでぽっかり浮いて、スルスル泳いで疲れを逃しています。あなたも週末の少しゆったりできるひとときを大切にしてください。時間に追われず、時間を追わず、ゆらりゆらり、のたりのたりと心がほどけますように。ブルーオンブルー、静けさの向こう側。お相手は斉藤千夏でした。かしこ。ブルーオンブルー、静けさの向こう側。